その、エジソンっていうのが科学者に入ってないっていうのは、これはね、当然って言うとおかしいけども、要するにエジソンは学問を受けてないわけです。確か小学校ぐらいは行ったかもしれないけど、それ以上は行ってない。要するに、独学で自分なりにやってますから。だから、まあ、アメリカでいう科学者っていう定義にはならないということで、さっきの五大科学者からも外れてると。で、一方テスラっていうのはですね、一応あのヨーロッパで、大学で勉強してます。それで彼はエジソンに憧れてエジソン研究所に入って、で、なぜ入ったかっていうと、エジソンはその直流ですね、直流発電機っていうものを発明、電気をね、直流の電気を作るってことを発明したわけですよ。ところが直流っていうのはものすごいね、火花を散らすね、エネルギーのロスが多いんですよ。で、テスラは、いや、そんなね、ロスを、要するに火花が出ないモーター、これは交流モーターなんだけどね、AC モーターなんだね、エジソンは DC モーターね。で、エジソンのところに持っていけばなんとかなるだろうってことで、彼はその、交流モーターを引き下げて、エジソン研究所に入ったんですね。ところが、まあ、はっきり言って、エジソンと意見が対立しましてね、絶対 DC だってエジソンは言うし、で、もう AC なんかもうダメだってことでね。で、まあ、エジソンっていうのはね、まあ、ちょっとね、相当、なんていうかな、えげつないっていうのか、憎らしいっていうのかね、ことのような人だったようで、その、テスラのね、交流をあのダメだってことを証明するために、あの犬にあの交流を流してキャーンって言って死ぬことを、そのニューヨークの街でやったってんだね。それで、あのテスラの、ね、交流ダメだと、俺の DC がいい、直流がいいんだということをやったりですね。それから、あのニューヨークの法律ね、法律で交流はダメ、直流を使えっていう法律を作らしたの、政治家の圧力かけて。だから今もって僕はね、ニューヨーク行くとですね、あの DC 直流ですから、で、僕はそれをね、必ず僕は確認するわけだ。ということはね、僕が持ってくこのひげ剃りとかさ、みんな交流だからね、あの使えないから、だからもう僕はホテル行くと必ずこれコンセント確認するの。そういうことでね、何しろ法律的にも使わせないという意地悪をしたと。で、それに対してあのテスラはあの犬じゃなくて自分の体使えってことで、自分の体に AC をね入れて、それで、あのものすごい火花が出るんだけどね、だけどもこうやって生きてるよってことを証明したということですよね。だけどエジソンはもうあのガンとして危険だと、AC が危険だってことで、あのエレクトリックチェアといってね、囚人ね、死刑囚を電気石に乗せるっていうじゃないのね、あれはエジソンが作ったんだけども、そこに AC なんだよね、椅子に AC をつけて殺すわけだよ。それをもう刑務所に全部つけるっていうね、死刑囚殺すのは AC だ、そういうことでテスラの AC はダメだって言ってるわけだ。それでもうテスラはもうそういうことで、要するにもうエジソンと喧嘩して、エジソン研究所もいられない。それでもう自分の発明したものは散々こき下ろされて、実用化にならない、全くお金がないということで、道路候補になったの。道路候補、ニューヨークのね、道路をシャベルで下に入ってバーッと上にこう上げると、
それやってた時にシャベルで地面の下に本人がいてバーンと上げた時に、上は誰が取ってるか分かんないよね、上げた時にその土がね、掘り上げた土がね、かかった人がいて、歩いてる人で、ものすごい怒ったんだよ。とんでもないっつってね、なんで俺に土を僕にあれするんだって言って、それでテスラが掘ってる下から上上がってきて、まあ平山に謝ったわけだ、すいませんすいませんっつったら、でそれが実はウェスティングハウスなんだよ。ウェスティングハウスっていうのはエジソンとコンピューターなんだよ、まあ、今で言う、要するにジェネラルエレクトリックがエジソン系で、ウェスティングハウスっていう会社がコンピューターなんだよ。で日本でも三菱物産がジェネラルエレクトリックを扱って、それのコンピューターの三菱商事がウェスティングハウスを扱ってるっていうね。で関東の東電は GE で、関西の関西電力はウェスティングハウスって、みんな全部このコンピューターずーっとあるんだけどね。でそのエジソンのコンピューターのウェスティングハウスに泥がぶつかっちゃったの。そこがラッキーといえばラッキーなんだね、テスラにとってはね。それで謝ってるうちに、2人が喫茶店に行っていろいろ話して、テスラが実は AC の発明したんですけども、エジソンから嫌がられてんですけどって話したら、よし俺がやろうということになって契約したわけだね。で具体的にどうしたかっていうと、当時シカゴで万国博覧会、まあ日本でも万博って今度は大阪でやるけどね、万国博覧会っていうものがあると、じゃあそのライトをね、光をね、エジソンの DC じゃなくてお前の AC でやろうじゃないかということになって、じゃあどうやって電気を起こすんだということになって、そばにナイアガラって大きな滝があるだろうと、ナイアガラバッグ、あれ使おうじゃないかということで、ナイアガラ滝の下にAC の発電機をねつけて、でそれをずっと電線を主管まで引いて灯したんだ。おいで、しかも万博では、まあ、大変な評判になった。でこれを発明したのは誰だっていうことで、またその設備ね、 AC のジネーターとかそのとか変圧とか、そのものすごくウェスティングハウスが儲かったわけで、でエジソンは当然契約してるからロイヤリティが当然入ってきて、ものすごい金持ちになるはずだったの。ここがエジソンと違う点なんだ。エジソンは全部それを自分の儲けたお金、例えば映画なんかね、映画なんてはエジソンの発明なんだけども、それをそのニューヨークの映画館ができると全部そこからロイヤリティを取るために映画協会っていうのを作って、ニューヨークに、それでそこから全部切符の売り上げ全部ね徴収して、エジソンのポケットを入れたんだよ。それで皆さん、なぜねハリウッドが、つまりアメリカの映画産業がハリウッド、つまり西海岸ウェストコーストにできたかっていう理由、皆さんご存じないと思うけども、でアメリカの映画界はエジソンが全部吸われちゃうということで西部へ逃げたわけだよ。逃げて、何しろニューヨークのその映画協会も潰しちゃってお金取られちゃうから、で逃げて、そのエジソンの目の及ばない遠いところで作っちゃって、エジソンにはそのお金出さないっていうことでハリウッドってのはできたわけだ。
ね、そういうことを日本人は知らないで、ただハリウッドハリウッドとか言ってるんだけど、まあいずれにしてもそれはあのエジソンの強欲っていうかね、あのそのたまものでハリウッドが西でできたんだけども、あのそれに対してテスラってのは非常になんていうか高潔であってね、さっきのあのシカゴ万博でものすごく利益が出て、で当然あのウェスティングハウスも契約してるからロイヤリティは払ってるんだけども、実はウェスティングハウスがあの経営上の失敗でね、あのもう倒産寸前になったわけで、でそのウェスティングハウス、ミスターウェスティングハウスがねテスラにこういうことで会社が苦しいんだけども、ロイヤリティちょっと待ってくれませんかねって交渉に来たんだ。その時にテスラはどうしたかっていうと、目の前でその契約書をビーって破ったんだ。これすごい。それで巨額なお金を一切受け取らん。つまりここにエジソンとの差があって偉さが全然違う。で結局テスラは大変な貧乏で、死ぬ時はニューヨークで、ニューヨークのホテルで誰も周りにいないの。ただいたのは鳩一匹で、鳩一匹がそのホテルのベランダにいて、それ以外誰もいない。お金がないから誰も寄りつかない。それで孤独でたった一人で死んで、で持ち物もだね、トランク1個が全て、もう全財産がトランク1個で、僕はその話本当かと思って、実はテスラの生まれた国に行きましたよ。で彼はヨーロッパで生まれたんだけども、で、あそこにやっぱりテスラの生まれた聖火だね、聖火のところが博物館になってました。で行ったら実際そのカバンが置いてあった。これしかない、全財産これだありました。でまあついでながらそのヨーロッパのねテスラの生まれた本国からですね、あの世界で初めてっていうか、どこにテスラ大賞って金賞、金のメダルくれたんだ。これ世界で初めて僕にくれたってね。まあそういうことですが、いずれにしても、コロラドスプリングスに彼が次の挑戦として無線通信というものの発明ね、今度は AC の次はね無線通信の発明でやるっていうことで、実はそのモルガンっていう非常に大きなアメリカの銀行があって、そのオーナー頭取ね、頭取の娘がねあのテスラに好意を寄せてた。それでそういうことでお父さんテスラさんがねウェスティングハウスの契約破っちゃって、全く貧乏だけど何とかしてもらえないって娘が言って、そしたらその大きい銀行のアメリカ銀行の頭取がじゃあ出してやろうということで、そのコロラドスプリングスのその巨大の塔がねできたんだよね。でこれは僕がいた海軍とも関係があるんだけど、海軍が軍艦同士の通信ね、通信、無線通信、昔はこう手旗信号とか光線の通信しかない、今度は無線でやるってことで、技術導入して、海軍が技術導入したいっていう時に、世界でね2つあったんだ。今のテスラっていうのと、テスラを真似したやつが、テスラの発明を盗んだイタリア人がいる、ね、これ名前マルコーニって、でこれがで海軍が情報がねマルコーニーしか言ってないわけだよ。
ね、本物のテスラが発明者なのにそれを盗んだマルコーニ、これはね、テスラは巨大なね、すごい、それこそ帝国海軍が世界中と通信するのにふさわしいすごい巨大なもの。マルコーニはなんかこうちっちゃなね、あの短距離のやつなんだよね。で、海軍も目利きがいなかったんだね。要するにマルコーニと契約したの、テスラじゃなくて。僕にわしはね、帝国海軍はテスラと契約すべきなの。そうすればもう巨大な長距離まで、地球の裏まで行くね、すごい無線通信ができたんだけど、マルコーニちっちゃくても近距離しか行けない。それがずっと日本の無線が遅れてる今日まで、今も遅れてるよ、ことなんだけどね。で、まあモルガンが出してくれたんだけども、それをだね、何者かに一夜にして、あの焼かれちゃったんだよね、あのすごいタワーをね、塔をね。それはその今のマルコーニがやったのか誰がやったのか分かんない。それで一夜にして、あのモルガンが拒否を通して作ったのがなくなっちゃって、押したらモルガンが怒っちゃってね、とんでもね、俺の金を使って燃やしたなんだっつってね。でもうあのモルガンからもお金が出ない。でさっき言ったようにもう誰もお金もないし、誰も友達もいない、支援者もいなくて、それで最後はニューヨークで一人で鳩、一匹の鳩と しかいなくて、ベッドの前、ベッドでこう死んだ時にはベッドの前にさっきのカバンしかなかったという非常に高潔でかつ才能があって素晴らしい。今のだって DC と AC と比較したら、あの AC はもうはるかに距離が遠くまで送れるんでね。だから今現在日本だって全部、AC だよね。要するに例えばあの福島の発電所から東京まで来るんだから、直流だったら絶対そんなことできない。だからまあ本当に素晴らしい天才は、そのように悲劇に追われて、そして消えてしまったんだけども、僕はそういうことで、まあ、世界の天才会議ということをやってるのも、そういうかわいそうな天才をね、みんなで認めてやると。天才って大体かわいそうなんだよ。だからそれがあの世界天才会議を始めた趣旨であるんだけども、でまた、常に僕は天才会議やってる時に、かわいそうなテスラのことを思い出すと、そういうわけです。